はい、それでは不滅隊の大使にザナラン校長を渡しに行ってみようかと思います。間違えました。よいしょー、ここに乗って校長を届けに行くぜ。今これ収録してるのは11月の上旬なんですけど、なんかまた暑くなってきたよどういうこと。なんだ、悪いが余計なおしゃべりする体力はないぞ。紅茶どうぞ。気が利くじゃないか。何、怪しいやつを探してるって。それならアラミゴ人に紛れ込んでるかもな。どいつも死人みたいな面しやがってさ、最近妙にそわそわしてるみたいだしな。揃って悪事に手を出してても俺は驚かないね。おお、あと2箇所か。もうちょい南にあと2人いる。レッドラビリンス、アングリーリバー、上等東兵。お前アマルズ族じゃないな、ならば用はない。まあ話聞け。うおー、差し入れだった、大歓迎画面の男知らん。私たちが監視を命じられてるのは憎き黒光アマルズ族だけだ。うむ、悪い人じゃなさそうだな。やや漬けに二等東兵に紅茶を渡そう。すみませんが、大事な監視の任務中ですので。これはこれは、仮面をつけている人なら巡回中に見ましたよ。男かどうかまでは分かりませんが、アラミゴ人と話をしていたから顔を隠して逃げてきた流民かと。違うんですか。どうやら何かしらアラミゴ人と話して企んでるのかな、仮面の男は。ブロークンウォーターを登っていきます。使い終わりました。であります、部下たちの話は聞けたか。あまりいい証言はなかったようだな。やはりアラミゴ人の協力が必要か。こうなっては一筋縄ではいかないぞ。それでもその男を追うというなら助言はするが、よく考えてみるんだな。シルバースペクタクルズ持ってるね。バンダナファイターのやつか。防御力上がるね。もらっとこう。もう一段階進めることができるかな。助言がある。金よりも故郷の土が効く。この地アラミゴ人たちの協力を得られれば、彼らと間を介しているアラミゴ人を探せ。無論ここのやつらは話にならん。他の場所にいるそうだな。ウンドバルトと同じアラミゴ解放軍のやつの方がいいだろう。知人にアラミゴ人はいるか、誰か仲間がいるならつてがないか相談をしてみるといい。ちょっと一旦砂漠の家に戻りますわ。また間違えたわ。ミンフィリアさんに報告。砂の家にアラミゴ人っていたっけ。いたような、いたような。初寿司ギルド前、ワープ。こっちから行った方がね、安上がりなんですわ。早いし安上がり。ベスパーペイへの行き方、なんか無料テレポ券もあるみたいだけどね。貧乏症ですいません。お
タダルちゃん帰りましたよ。あ、ターキーさん、調査は順調ですか？砂の家に入れられる新人さんの受付は順調です。また新人入るの？大所帯になるね。ん、サンクレット君どうしたの？そんなところで人生に疲れてんのか？ああ、俺のことは気にしないでくれ。今進めてる調査がとても興味深くてね、つい考え込んでしまっただけさ。疲れてんのかと思ったよ、人生に。暁の間に入りますか。インフィリアさん、いろいろ調査してきた。調査が行き詰まっているのね。アラミゴの人たちが 多民族を拒絶しているのは悲しいことだけど納得できるわと。20年ほど前、アラミゴはガレマール帝国の侵略を受け、以来ずっと帝国の属州として占領されている。流民たちはそんな場所から決死の覚悟で逃れてきた。だけどどこの国も流民全てを受け入れる余裕はない。苦しい生活、偏見、差別、彼らの痛みは強くなる一方よ。それを知ることが互いの理解につながると信じたいけど、心の壁か。暁の決明にもアラミゴ出身の仲間がいるの。彼ならアラミゴ解放軍を知ってるかもしれないわ。あなたに紹介するわね。いるのか。おお、そこに故郷の形見はあるんか。どれか一つ選びなさいと。これにしとこうかな。紹介してちょ。あなたにアラミゴ出身の仲間を紹介するわね。ハリベルトという人よ。彼ハリベルトはアラミゴ奪還の糸口を探すため私たちの仲間になったの。事情を話せば絶対に力を貸してくれるわ。今はこの砂の家で待機してるはずよ。倉庫の方を探してみてくれる？倉庫の方にいるのか。それにしても砂の家ってなかなかすごい組織だよね。ヤシトラちゃんは正義の秘密組織みたいなこと言っていたけど、実際そうなのかな。ウィックス君とウェッジ君元気してるかね。シドの親方ね、親方どこに行ったんだろうね。仮面の男っす。板金作業するときは俺らも仮面をかぶるっす。そうっす。ウレンジさん、何してんの？暁の間にかけられた折れた杖の意味をご存知ですか？あ、知らん、知らない。それを教えて。あの杖の主、我が師、ルイゾアはエオルゼアの民を慈しみ、霊災から守ろうとした。あ、そうなの？ルイゾアさんの杖なのか。星は巡り、時は黎明、かの民は集いて、暗き天を照らす暁とならん運命とは、時に書くも美しい。何言ってんのかよくわかんないんだけど。何言ってんのかよくわかんないんだけど、ルイゾア様の杖ってことね。そのルイゾア様が、霊災から守ろうとしたってことね。ありがとう。ハリベルトさんはそこのあなた。おっと、これはどういうことだ。うちのエース様が俺なんかになんのようで。アラミゴ族仲良くしたいんです。嘘だろ、今なんてアラミゴ人と協力したいとそう言ったのか。ああ、まさかあんたの口から祖国の名が聞けるなんて。しかし何だってアラミゴ解放軍なんだ。他の願いなら七にだって飛び込むのに。俺はな、解放軍を抜けた身なんだ。このハリベルトという名は解放軍にとって理想をたがえた愚か者の名でしかないのさ。だがあんたの力になれるやつを知っている。北井森の南部森林にあるクオーリーミルでアラミゴ流民の仲介人をしているアルブレザって女だ。
彼女に解放軍を紹介してもらうといい。道は違えど強国の友解放軍があんたの力になると信じてるよ。ありがとう、協力してくれて。パパリモちゃん、ああもうなんでわからないかな。ウルダハでは獣人排斥令が出てるんだ。誰かに姿を見られたら厄介なことになるんだよ。なんか揉めてる。ウルダハではシルクソファー珍しいので、フッチ。いちいち悲鳴を上げられていたら日向ぼっこもできないで、フッチね。なるほど。タタルちゃんも驚いてたしな。ノラクシアの顔を覆ってる葉っぱ、あれってやっぱり仮面だよね。この子とはうまくやっていきそうな気がするよ。仮面同士か。ヤシトラちゃんは何本読んでんの。あなたが各地で見てきた通り、今のエオルゼは深い闇を抱えているわ。闇が不吉を招いたのか、不吉が闇を招いたのか。アシエン・ラハブレア、注意が必要そうね。いつだって冷静沈着だね。冷静沈着だぞ。フライブ、あ、そう、ホーリーミルのアルダブレだと話す。ホーリーミルに飛んでみようかな。ホーリーミルってどこでしたっけ。そもそも作ってたっけ。あった、クイモリ。テレポしていこうぜ。アルブレダさんと話す。あそこにいるね。よし、じゃあ次回はアルブレダさんと話すところからね、やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。